シンガポールの皆さん、こんにちは。映画監督の押井です。シンガポール2010年、ユースオリンピック競技大会に向けて、キャンクリックフェスティバルが、開催されると聞きました。日本からおめでとうと申し上げます。私はこれまで「ゴースト・イン・ザ・シェル」や「パトレーバー」のシリーズで、その他いろいろ映画の仕事をしてきました。シンガポールの皆さんの中にも、僕の作品を楽しんでいただけた方がいると思います。私はこの度2010年、ユースオリンピック競技大会のための、3D バーチャルワールドプロジェクトの中で、映像の仕事をお手伝いしたいと思っています。シンガポール2010を契機に、世界中に暮らす同若者たちにデジタル技術とともに、ますます進化するイマジネーションの世界を、楽しんでいただけたらと思っています。シンガポールの皆さんの力により、シンガポール2010が、世界初の、ユースオリンピックの名にふさわしい素晴らしい大会になることを祈っています。